はい、どうもタンタンです。こちらティキティキのウクレレまた入荷してまいりました。こちらはテナーサイズになりますね。 HK の T5A5A グレードの非常にトラモクの綺麗なハワイアンコアを使ったこちらのモデルとなっておりますね。ボディ全体もそうですし、ヘッドの付き板もね、非常に綺麗なハワイアンコアが使われております。このシリーズね、本当に大好評で、いくつか、テナーだけでもやっぱり材料違いで作ってますし、サイズ違いもね、いろいろ作ってるので、ようやく皆さんにね、ちょっとずつ、知ってきていただいてる、ブランドモデルになってるかなと思いますね。で、このテナーのハワイアンコアのモデルはね、本当に明るい、カラッとしたサウンドというのは非常に特徴で、テンション感もね、弦高をある程度こう低めにこの、セットアップしてますんで、テンション感はしっかりあるんですけども、そんなにこう、なんていうんでしょう、弾きにくさは全然感じないんじゃないかなと思います。この辺のバランスは非常に程よいテンション感で、演奏性とこう音の張りっていう面でね、非常によくできている一本かなと思います。かなり細かいところまでね、街のウクレレをかなり意識して再現はしてありますけれども、例えば演奏性の面ではね、フレットを少し、太めのフレットをね、テナーは打ったりして、そのあたり非常にこう弾きやすさ、抑えやすさっていうのにもやっぱりこだわりを持ってますし、ペグの方もね、さすがに1対1のフリクションとかだとね、なかなか使い勝手がいいとは言えないので、この辺もしっかりと UPT を取り付けることで、演奏をね、メインでやってる方なんかもこうストレスなく、チューニングだったりこう抑えたりとか、そういったのもすんなりできる一本なんじゃないかなと思います。はい、そういった仕様もそうですし、なんといってもこの T5A のモデルはやっぱりこの 5A のね、グレードの非常に綺麗なハワイアンコアを使ってるっていうのが、本当に特徴的で音もね、そのハワイアンコアらしさっていうのがしっかりと出たモデル。歯切れのいい、こう抜けのいい音がするウクレレになってるんで、そのあたりもあんまりね、こう演奏のスタイルとか問わず、かなりオールマイティに使える一本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら、ティキティキのウクレレになりますね。 HK の T5A テナーサイズの 5A グレードのハワイアンコアを全面に使った非常に美しいモデルとなっております。はい、こちらも店頭にてもちろん弾いていただけます。他のモデルもね、ティキティキかなりのラインナップ今は取り揃えておりますので、ぜひ、店頭にて弾いて試していただければと思います。それではタンタンでした。